ジモーネペーターは、ドイツの政治家、同盟90、緑の党党首、ザールラント州ザール類軍、リリンゲン市で幼少期を過ごし、1985年にアビトゥーアを取得、1993年にザールラント大学で生物学修士号を取得、1994年から2000年まで同大学で微生物学の教鞭を取り、 モーゼルザールの汚染防止国際委員会の委託による、モーゼルザールの酸素の耐久と微生物の活動のプロジェクトリーダーを務める。同大学の微生物研究所に在籍し2000年に、モーゼルザールの酸素耐久でのヘテロ接合体、プランクトンバクテリアと独立栄養浮遊生物の消化作用の役割ダイロールでヘターティロファン、ベイクティリオプランクティンズウントデアプランクティスケン、 ナイトライフィケーションイム・サウアーストフ・ハウ・シールトフォン・サー、ウン・ト・モーゼルで自然科学博士号を取得。2001年から2004年までは、ボンにある登録社団法人再生可能エネルギーに関する欧州連合で科学部員を務めつつ、冊子、太陽光の時から再生可能エネルギーに関する政治と、経済セレアジートルター・ポリティック・ユー。 オコンイミー・アーナイ・ヤーベラ・エンルジンの編集長を兼任。2004年から2009年までベルリンの登録法人再生可能エネルギーエージェントの事務局長とプロジェクトマネージャーを務めた。若くして国境付近のカットノン原子力発電所建設反対運動に参加し、国境を越えた脱原発の訴えと炭素と原子力に変わる。 再生可能エネルギーへの思考を中心的な政治課題としていった。北、大西洋条約機構の二重決定への平和的な観点からの抗議や女性の立場から捉えた80年代の社会における男女平等問題等に対する姿勢が同盟90、緑の党への入党へと導いた。1996年にザールの同盟90、緑の党へ入党。 2003年には、同党のエネルギーに関する共同作業部会の報道官に就任。2009年から2012年の間、ザールラント州の環境、エネルギー、交通省を務めた。2012年1月26日に、同州の連立政権は解散し、同年3月25日に行われた繰り上げ選挙で、同盟90、緑の党は、同州で下野し、ペーターは、 議員団団長を務めていたが、2013年9月26日に、同盟90、緑の党の代表選立候補を表明し、2013年10月19日の、党選挙で75.9%を獲得し、オズデミルと共に党首に選出された。選出後、ペーターは、衆議院を辞職し、同州の元文部大臣、クラウス・ケスラーにその座を譲った。ドイツが、 イラクのクルド人に武器供与する際にあたって、紛争地域への武器供与に便宜を図ってはならない。この考え方は変わらないと述べているが、同党のオズデミル共同代表はこの武器供与を正当であると評価している。http://simone-peter.eu スラッシュ。ありがとうございます。